コボクサーのパンチャーリナです。本日はですね、ハロウィンです。10月31日ということで、今日は格闘家女子のハロウィンどうしてもしたい一日に密着しようと思います。今日は朝9時に起きて、でいつも1時間ちょっとかけて不動前にあるボクシングジムに来てます。ボクシングの練習はまずしたいと思います。朝活です。朝活いろんな格闘技団体のリングドクターをされてる矢沢先生にちょっと膝の突っ張りを見てもらおうと思ってます。初めての治療なのですごい楽しみです。膝の突っ張りがどれぐらい取れるのか。3日前後楽園ホールでお会いして、その今の膝の状況を伝えたら、あ、この治療したら良くなるって言ってくれて、早速やってきました。はい、治療してもらおうと思います。ガチすっぴんでございます。やばい。おー、すごい剥がれてってる。あ、痛い痛い。注射強いですね。いやいや、痛いです。あ、痛い痛い。今ね、こういちまさに癒着してるところ。はい、頑張ります。さっきみたいに綺麗に剥がれないでしょ。はい、脂肪とこの辺が、ここがね、癒着してるところ、一番。あー、いてて、頑張れ、頑張れ、いけ、針いけ、針剥がれよった。にゃーん、剥がれてる、剥がれてる。めちゃめちゃ足の突っ張りが当たりましたよ。夕方になってしまったので、病院出たのが今から直接、今度はキックボクシングの練習しに行こうと思います。また1時間ぐらいかかるので、場所は今非公開で、キックの方は練習してるので、とりあえず練習頑張ってきます。メンタ、レンタ、おもちゃ持ってくの、すぐおもちゃ持ってくの。え、あ、じゃねえよ。夜の9時前に帰ってきました。11時間後ですね、家を出てから。今日もたくさん動いてきました。10月になってから動けるように楽しいです。で、これはまだ家に2週間お母さんがいるので作ってもらいました。で、今日からちょっとダイエットをしたいということで、ダイエットメニューです。うん、ネギ焼きです。ネギ焼き、こんな焼き、モダン焼きはできません。麺を入れると、麺入れてほしかった。麺入れてあると、これぐらいいいの。もう一回焼け。もう一個ちっちゃいやつじゃ、麺で焼いて。いや、もう焼いてしまった。麺は入れません。それ麺？麺入ってない。麺なし、モダン焼きじゃなく、豚、ネギ、ネギ豚。これだけじゃさすがに足りひんね。シチューも食べるって聞いた。これもう一個食べる。うん、あるね。うん、それお皿の。じゃあ今日の夜ご飯はこれ2枚だけで頑張って乗り切ろうと思います。スイーツは買ってきました。
つもね YouTube おしゃれして撮るけど、今日はすっぴん、髪の毛もボシャボシャ。今日その組織を先生に剥がしてもらってめっちゃ痛かったんですけど、そうしてもらったのでつっぷりがだいぶ取れて、右の蹴りがだいぶ今日蹴れましたね。軸足で立てましたね。筋力とかがねまだ使ってない分弱いので、そこを戻すのと通って何回か組織剥がす治療をしてもらおうと思って、半年ぶりに今日正座ができました。あ、正座じゃない、屈伸ができました。正座は先生にしてみてって言われたけど、やっぱりまだちょっとできなくて、結構足の動きの突っ張りが良かったです。ということで、今日はハロウィンです。ハロウィンを楽しみたいと思うので、今からコスプレしたいと思います。昨日急いでコスプレを買いました。ネットで。ご飯食べたら着替えて、ハロウィンをしようと思うので、ぜひ見てね。Bye.